か。高山、ね、高山書店自体がまずそもそもないっていう。仙台の昔あった本屋さん。どうしよう。よし。あ、何人ぐらい？じゃあやっていきます。はじめましての方も、はじめまして以上の方も、おつまわり。そしてはい、どうもこんばんは、メガサポスタジアムのゼラタンです。はい、というわけで、というわけでありがとうございます。わざわざ松本までお越しいただきましてありがとうございます。あの、今日は特別編ということで、仙台の戦術系の YouTuber のゼラタンさんがゲストで来ていただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん、おつまりでございます。はじめまして、はじめまして、こんばんは、ズラタンさん。どうもこんばんは。どうもどうも、ありがとうございます。夜も遅くなっちゃって大変申し訳ないです。あの、アルウィンのね、あの、道が悪い道が悪い、雨降っちゃったからね。そう、普通あのチャリでね、みんな行くんで、うん、もっと本当は交通量少ないんですけど、今日無駄に多くって、うん、ちょっと残念ながらね、その辺ところでダメージを受けました。大変申し訳ございません。30分くらい待ってたからねあ、すごいですよ。ズラタンさんこんばんは、ズラタンさんいらっしゃいとか、ね、どうもこんばんは、ありがとうございます。そうでもね、まずね、あの、お互いのチームが勝利しましたんで、ちょっと乾杯させてもらいます。あの、祝杯をあげさせていただきます。皆さんももし手にお飲み物あれば一緒によろしくお願いいたします。それでは乾杯。ありがとうございます。よいしょ。あー、はい、まあ、あのトゥーロンよ、こっち。すいません。かぶっちゃった。悪いね。悪いね。お皆さんお集まりです。乾杯。いや、よかったっすよ。あの、お互いのチームがね、これで昨日あの前半のままね、鹿島がね、やられてたら、あの、にこやかにこんなこともしかしたらできなかったかもしれないですけど。まあ、今日うち負けてたらそういうとこじゃないからね。アウェー8連敗とかなってたから。アウェー8連敗もしてたんですか？今日までの段階でアウェー7連敗。あ、それは。いや、これでまたね、流れ変わるかもしれないですね。これでお互いに、これが鹿島がこれで3位で、ベガルタがこれで13位ですよね。そうですね、上がりましたね。上がりましてね、これで一応、まあ、あの、順位も両方とも上がりましてということで順調に来ております、うん、ありがとうございます。で、ちょっとね、小ネタ挟んであるんですよ。で、鹿島あり、実はベガルタ仙台とちょっとしたなんでそれ持ってるの、縁がありまして、これあの前の職場で働いてた先輩が仙台になんか出張に行ったんですよ。その時に、俺伊藤君サッカー好きだったよねって言って、なぜかこの7個を僕にくれたんですね。で、仙台さんとは何かしらのこう縁があるなというふうに、今回初めての「タサポ」のつながりだと、今回これが初めてなので。ああ、そうなんすか。そう、初めてなので、なんかやっぱりこう仙台さんとこうね、一緒になんか初めてやるっていうのは、この縁があるなっていうことで、このね、七子にあの感謝したいなと思っております。実はこれがね、そう、鹿島のこういうカードよりも先になぜかベガルタ仙台を持っていたこれなんかちゃんと泉中央界隈行かないと買えないはず。あ、そうなんですか、うん、そう、これをね、まあ、一応その、ま、元上司が伊藤洋華堂の関係の人で、うん、で、なんかその関係で持ってきてくれたっつって、うん、いただいてます。画面反転してます。マジで嘘、多分いつもと形は一緒だけどな。マジっすか、申し訳ない。画面反転してんだと左右変わる大丈夫っすかね。ああ、でも名前のこれが反転してる。ああ、そういうことか。ほんまやね。まあいっかまあいっか、その流れでいつも鹿島ラジオはちょっとね、今日ね、いつものあの iPhone がちょっと調子悪くて使えなくって、別の iPhone で撮ってるんですよ。すいません、ちょっとその辺お許しください。大変申し訳ございません。そうそうそう。で、今年の鹿島はホームが強い。うん、アウェー弱いけどね。どっちもアウェー、ホームは勝ってますか？ホームは勝ってます。あ、じゃあどっちもホームは強いけど、そう、あの、内弁慶どっちもダメだな、その辺は。外行くとボコボコにやられてる感じですね。今日、昨日現地でしたけど、前半は絶望的でした。ですよね、でしょうね。おつまり、おつまりありがとうございます。いつもと違う雰囲気、そうっすね。
いつもと違うから、うん、人が人より多いだけで全然違うからね。ありがたいでございます。ありがとうございます。昨日なんてブログ更新のためにひたすら記事が出たからそれどころじゃなかったもんな。そう、あのズラダさんはね、あの貸し回りと違ってブログと YouTube はあの両立してしっかりやってらっしゃる方なんで、言えるかどうかわかんないけど、結構あのこの間の何でしたっけ、初めての感染の方のってやつ、 あれもう速攻ぶくましてあそこだけあのぶくまして、次行く時に使わせてもらおうかなと思って、もうすげえわかりやすくって、ご活用ください。はい、ありがとうございます。あれ良かったですね。日々一応アップデートをかけてはいるんで、あれね本当に見やすいですし、情報量もすごいあるのに読みやすくて分かりやすいんで、あれ多分ね向こうに行く方はすごく助かると思います。だからちょっともっともっと広めていこうかなと、こっちの方でも言おうかなと思っておりますね。今週は上位がこけたから結構でかい、でかいっすね。反対から読んでもリクシルなんだ。確かに、あ、本当だ、確かに面白いこと気づくね。ありがとうございます。まあこんな感じでいつもなんかわーってやっていただいて、これについてこうまあバババッと話していくような感じでやっております。じゃあこの文字も本当だね、反転してるわ。確かに本当はだからマジで分かりやすかったですって。あ、ありがとうございます。そうあれね、まあ貸し回りも今回初めてあの仙台行かせていただくんで、ぜひとも使わせてもらいたいと思ってるんで、結構ね、鹿島ファミリーの人でも結構皆さん行くっつって言ってらっしゃったんで、あの辺であのリツイートしてちょっと広めてまた使わせていただきます。ありがとうございます。またなんかどっかのところで貼り付けたり概要欄貼り付けたりとかして使わせていただきます。ありがとうございます。もっとは公式よりも分かりやすくって言ってね、公式結構お互い苦労してないですか。なんすかねあれ ね公式ホームページが一番分かりにくいってどうかと思うんすよね。あの鹿島に至っては独自ドメインじゃないですからね。あれソーネットでしょ確か。そうなん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 です。未だにそこのところで引っかかってるんで、なかなかね、まあ多分お互い公式には苦労しているのかなと。あの K さんでしたっけ、あの公式のことで、はい、SNS のアンケート取ったりとかしてらっしゃってましたけど、まあ鹿島の方もね今結構そこそこその SNS の問題は少しずつ発信してるものが、まあターゲットが女性層が多かったりしてるんで、その欲しい情報がそこまで出てくるかっていうと写真の方が多いかなとかっていうこととかもちょこちょこ出てきてて、まあまあ声も出てるかなっていうようなところですね。仙台も公式あれなんだあれあれめっちゃあれ、そう見てもらえば分かると思うんですけど、すごい使いづらい。そう、あのなんだかんて言って仙台さんってあの、はい、鹿島の地少し入ってるじゃないですか。で一時期だってあの鹿島の二軍だったから、まあ、そこまでは言わないですけどね、弟分と言っておきますからね。なんか鹿島の何派遣先みたいな感じでありましたよね、引き受けてる時期がすごいあったから、はい、2000年の後半あたり熊谷さんから始まって中島来て、まあ、行きましたね、中島見ましたね、田中康平来てで平瀬も行って、でだって極めつけ監督天狗でしょ。そうですね。で広志、誠広志に出たし。ああそうですね。であと川又もそうそうそう、レンタルで一時期で育てていただいて、あと最近だと誰かいましたか。あ野沢もね。あそうね。そうだ野沢大事だ。野沢忘れてましたね。あと柳沢もそうですね。うん、そうそうそう。そうそうそう。ということです。結構ねその縁深いところですよね。うん、鹿島だともう一つあの川崎ってところもね実は本当は弟分だったんですよね、一時期あの関塚さんがやってたりとか、あ、はいはいはい、であそこもフロント少しその鹿島の関係の人が入ったりとかしてて、だからおかしいんですよね、あの同じ系統の血の入ってるはずなのにあそこだけ SNS もファンサービスもイベントもすごいじゃないですか。あなんかそこだけあと鹿島の確か強化部長って仙台出身、はい、あそうです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 、あとなんでどっかの人と仲いいんですよね、どこだったかな、仙台と鹿島とあと川崎は本当に3人確か仲いい。そうですよね、なんか出身の大学まで一緒だかなんだか、うん、中央大ですよね確かね、で仲がいいっつって、うん、そう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 、その辺はすごく仲がいいところではあります。仙台から鹿島はねないないっすね、レンタルバックの川又ぐらいじゃないですか多分。
そもそも派遣先が派遣元に何か渡すってことがまだありえないからいや欲しい選手結構いるんですけどね。いやーないでしょう。言ってもだって仙台から出て成功した選手っていうのはそもそも事例としてまだないから。あよっぽど武藤は引っ張られて成功したぐらいで。はい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 、はい、あそっか武藤そうですね。それで西村が今頑張ってるぐらいでしょ、はい、海外で。でもこれからちょっと加速しそうじゃないですか。若手今育ってるし、うんね、次誰抜かれるのか戦々恐々ね。こっちねまずあのねシュミット・ダニエルが危ないような話出てますけど、ね、オファー来た瞬間に勘弁してくれよってみんなに。そうっすよね。席いねえんだからよって席いた状態でまだ勝ち点20ぐらい取れてるんだったらしょうがねえなっつって送り出せるけどさすがにねえだろこれこの状況でっつって。確かに確かに。でも今日 あのゴールキーパー練習見てると川並五郎選手、はい、あの結構できそうじゃないですか。あの多分シュートストップだけだったらすごいっすよね。今日ちょっと見ててえあれ待って席じゃねえよなと思って、あんなに身長ねえよなと思って で見たらあれ川並って選手だ。あ若手ですか。いやあれ新潟でから移籍してきて、あでも席が怪我した時にスクランブルで出た時もそれなりのっていうかまあシュートストップ何本も止めてたし、はい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 、去年はあのホームでホームじゃないやリーグ戦でシュミット使って、はい、あの合間のカップ戦とかはもう全部川並と関交互に使うような感じ。いい選手でしたよね今日見て。あれこれだったら別にシュミット出てても大丈夫じゃないかなと思ったんですけどね、うん、いや問題はシュミット出てった場合あの西登録のユースの選手しか機会にいなくなるから、あそこで何かあるともう積んじゃうんですよ ね。あれ関選手どのぐらいですか。3ヶ月なんで8月中に復帰できればいいかな、うん、あじゃあ移籍市場でもしそこ行っちゃうともうどっかからっていう形ですね。本当にあの高い金積んで神戸からゴールキーパー引っ張ってくるぐらいしか空いてないんじゃない今も。これでも六段が今控えじゃないですか。今日出てたかなちょっと確認したいんですけど六段もそうですし、手元にあるからあとあれですよ林拓人も出戻りありそうじゃないですか今この状況。全部元うちにいた人、うん、でもそうだと声かけやすいから、うん、どうですか。六段はまだしも林今のチーム事情に多分合わないでしょう。ああそっか後ろからつなぐっていうのを考えた時にだから今外れてるわけですもんね、うん、まあでも六段だったらかそう川並があのセカンドから上上がれないのってやっぱりフィード能力のところで席に、はい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 、負けてるのがあるから。あそっかそうなってくるとじゃあちょっとその辺のところで、うん、寸牛を1億円ぐらいで、まあ、シュミットがもし仮に移籍になったら移籍金発生しますもんね。そうですね。そこでじゃあ確保していく、まあ、もしくは J2 から引っこ抜くか。ああいいっすね。で今目星選手います J2 だと。この間戦術部の他の人のツイートを見てた時に言ってたのが、はい、あのヴェルディのなんだっけちょっと名前間違ってたら面白いけどだっけ上福もはい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 、はい、あの人が身長はそこまで大きくないけど、ね、足元がうまいっていうのでつなぐっていう意味であればいいんじゃないのみたいな話を、はい、確かに確かに彼はそうかあの高木あの大分の高木が引き抜かれたら、うん、そこにこう玉突きで入ってくるんじゃねえかなんて言われてる選手ですね。確かにあそっかそっかそうだな足元で言ったらだから今あの来年ほぼほぼ鹿島あのもう上がってくるのが候補決定してる、うん、あの山田っていうゴールキーパーが今ユースにいるんですけど、うん、彼が今怪我してるんですよ。彼が怪我してなければ沖とかを沖ってあの若手がいるんですけど、うん、足元すごい上手で、うん、あの多分ビルドアップ参加とか全然できる選手なんですけど彼をぜひあのレンタルであの育てていただけないかななんていうねそういうことをちょっと考えたりもしてたんですけどちょっと今その2種の子が怪我しちゃってるんでどうしてもうちもあの川又もどうですかとかって言えない状況っちゃ状況なんですよね今。そっかでも上福本かいいですね。確かに確かに合いますね。そうか今日の感じ見てるとうまいっていう風に聞いてたから。あシュミット・ダニエルのあのフィードの弾道見てると美しいあの弾道とあのバックスピンのロブあれ感じ見てるとちょっとなかなか難しそうですよね。でしかもスローで投げてるとハーフエッグラインくらいまで軽く飛ぶからあれはちょっと異次元ですね。異次元待って言ってたなと言ってたんですよ。
仙台さんにはね、そういっぱいたくさん選手を引き取っていただいて熊谷さんも育てていただいて、ここまできっと熊谷さんも仙台経験してなかったら今ほどの去年までのユース監督ですけど、多分哲学持ってなかったと思うんで、すごいありがたいですね。まあ、なんで柳がそこに続いてくれればいいですけど、ちょっといろいろやったんで、柳やらかしたからね色々何やってんだと思ったけど、いろいろやったんで、ちょっと今ユースのコーチとしてやってますね。あ、おそまわりです。天下一品食い終わりました。おー、ありがとうありがとう。柳で言っていいのかな、柳の処分の自宅謹慎っていうのはあれ結構きついよね。そうですね、あの状態で自宅謹慎かと思って、なかなかやりよるな鹿島と思って、あれが一番の罰ですよね本当に。家痛くねえだろうになと思って、ですよね、よっぽど放出作業してる方が楽でいいわ気分と思って確かに奥さんがね、すごい寛容な方だったなっていう、もう本当それに尽きるっていうところですね。そうそう、本当にね、鬼軍曹熊さん、そうなんです。今スカウトにまた戻りまして、はい、今は J1、J2、J3 の方の担当で、今年からのスカウト戻りましてやってますね、やらせてもらってます。もう本当に鬼軍曹ということで、ユーマも育ててもらいましたし、非常にありがたいとこですね。今ユースってどうなんですか、仙台は。ユースはまず東北地区でいうと同じ、まずプリンスでしたっけ、あれにはまだ上がってない状態なんですよ、はいはい、ああ、その1個上のところのあれですね。そう、それの1個下にいう状態で、はい、でベガルタの場合だとやっぱり東北6県の中に青森山田っていう学校があるから、どうしてもそっちに抜かれちゃうんですよ。うちのジュニアユースにいた子がトップに上がらないで途中でそのままあっちに転校しちゃったりとかっていうのが結構あって、今年コンサドーレに入った山森山田の子もうちのユース出身だったし、あと今神戸にいる郷家もうちのユース出身。あ、そうなんですか、うん、それ知らなかった。あ、なんだっけ、段崎くんですか。そう、段崎さん、リクくん、段崎リク。あ、そうなんですか。じゃあジュニアユースまでのところの段階での育成はかなり成功してるんですね。そう、わりかし成功事例は何個か出始めてきていて、まあそれで今のところ佐々木拓実とか、はい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 、J2 にレンタル出してるけど、あの辺あたりがもっと本格的に結果出してきてくれれば。ただベガルタの場合だとユースからトップに昇格できなくても一旦大学を終えて仙台に帰ってきた、はいはいはい、で育成レンタル出して成功した奥野とか、はいはいはい、あと今日点取った道淵とか、はい、大学経由で戻ってくるっていうパターンが今増えてきてるから、そのルートがもっとうまく機能するようになれば、まあ、トップ昇格できなくても仙台に入れるんだよっていう、はい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 、そうですね、まあ、モチベーションが保てるのかなって。あ、そうですね、うん、今年鹿島でいうと上田がやっぱり上田綾瀬、うんうん、あれが今年2年で内定し決まりましたけど、まあ、今後鹿島も多分大学に出していくところで流れがそういうところにもなっていくのかなと思うんですけど、うんうん、結局まあでも地方って言っても100万都市ですからね仙台は。でもやっぱり鹿島と仙台だと、はい、関東からの近さが違うから、あ、やっぱりこれは僕が直接聞いた話じゃなくて、はい、そのクラブの仲いい人の、はい、とサポーターの知り合いの人から聞いた話だと、やっぱり連れてくるのにどうしてもすごいハードルが高いと。なるほど。だからやっぱり川崎とかああいう首都圏のクラブと比べて仙台は例えば連れてくるのにも時間がかかったりお金もかかったりするし、まずそれで来てもらえなかったりもするから、そこがまず大変だっていう。あ、発掘とかっていうところもそうだけど、まあ外にもその青森山田に取ってかれちゃうし、あとあれですもんね、宮城は宮城バルセロナもあるし、塩釜遠藤安志のねところもあるしで、やっぱちょっと分散も傾向もあるのかなってところなんですかね。まあ、そもそもこれ、まあ、鹿島の方のラジオだから別に言ってもいいのか、はい、ガマ F と宮城バルセロナ、宮城サッカー協会とベガルタ仙台って今そこそこ良くなったんですけど関係、はいはいはい、昔仲悪くて、あ、そうなの。そうだからうちに来ないでその、はい、他の県外に流れていくっていう。はい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 、
あーそういうこともあっちゃうんですね。なるほどね。中島なんかはん東京からは仙台の方が行きやすいと真剣に思っております。それ新幹線一本で行けるかどうかの違いでしょ。仙台都会、あー確かに、松本から行くのだと仙台そんな変わんないですからね。鹿島まで行くのにね。ベガルタ仙台ユースは今プリンスリーグですね。去年は3位でした。あさすがだ、カイカイさん。あのカイカイさんってこの方はあのユースを結構見てらっしゃる方で、あのユースのこと詳しいんですよ。鹿島は一応東京駅から、まあ、そう一本、そう鹿島の最寄り駅は東京駅だぞ。鹿島スタジアム駅ない、それ知らない知らない知らない、東京駅が最寄り駅だからな。そうで今だから鹿島今年初めて、うん、この辺周辺のジュニアから一人鹿島のジュニアユースに行ったんですよ。センターバックですけど、はいとかもあって今結構ちょくちょく集めてる感じにはなってきてますね。やっぱり県外から少しずつ集めてる選手と、ユーマ町田平戸あたりなんかはもう茨城出身ですし、ただそれでも土井翔馬なんかは山形出身ですし、この間今群馬行っちゃいましたけど田中俊也なんかも群馬出身だったりとかして、やっぱ外から連れてこないとやっぱり人口減が少ないんでってとこですね。シカサポも同意見です。同意見ありがとうございます。県内からの方がかえって鹿島には行きにくいという、あそうらしいんですよ。意外とアクセスがやっぱり、ああ車じゃないといけないからでしょ。はい、大変らしいんですよ。その点ユアスタとかどうですか。ユアスタの場合はまあ、比較対象になってしまうのはどうしても宮城スタジアムだから、地下鉄1本で行けて、はい、しかも駅から近いし、はいはいはい、で周りに食べるところもあって買い物できるところもあるから、はい、やっぱりどうしても評価はもう全然段違い。あー違うんですか。やっぱ岩下が良すぎるために、はい、宮城スタジアムの悪いところしか見えてこないって、はい、そう機能性を重視して作ったスタジアムに対してデザイン性で作っちゃったスタジアムだから見づらい変なとこにある、はい、もう最悪っていうふうに言われてて、あそこだってベガサポもアウェイっていうぐらいだから、あ、はい、あそんなにですか。そんなにそんなにそんなにですか。じゃその辺のところはじゃあ似たような境遇は少しずつあるんですね。地方としてね。ユアスタは駅近、駅近だから楽ちんですね、素晴らしい。鹿島だって鹿島スタジアムすぐそこに行くから徒歩1分であるでしょうか。あるでしょうか。ユアスタさんはもう少しアウェー席を開放してほしいらしいです。鹿島は筑波にアカデミーできて選手吸い取られるって埼玉千葉方面の人が嘆いてました。そうなんだ。やっぱそういうのもでもパイの奪い合いってのはでかいですよね。今その、まあ、松本だったりすると、うん、例えば松本だったりするとどっちかというとまだ県外からとかって全然ないんですよ。うん、あじゃあもう本当県内の人。そう今県内からしか、まあ、集まってこないですからね。そのランクがまだ北信越の2部とかなんでやっぱそこら辺で集まってはこないのでその辺のところで苦労はしてるみたいですね。日立の方から仙台行けるのありがたい。1年前の今日ライブで仙台行ったな。仙台直行バスのある、あそんなのもあるんだやっぱり。でもつながり深いっすもんね、茨城と東北って結構。あ、常磐道で1本でそのまま。そうっすよね、行けちゃいますもんね。川で1本行けちゃうから。そうだな、いいな、俺がこうやって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 行かない。めっちゃ遠かったな。遠いっすよね。本当に遠路はるばるありがとうございます、本当に。本当にね、もう朝3時半くらいに起きてちょっとブログ直して、はい、よし行くかって言われて、待って今群馬なのにまだ使えないのと思って。そう何個県またぐんだっていうね。そういうあのルートで行きますからね。仙台の牛タンは最高。ありがとうございます。鹿島は鹿島学園があるので高校からの越境の選択肢になりやすいという話は聞いたことがあります。あー確かにね、提携してるところがあるとやっぱりでかいですよね。まあ仙台の牛タンオーストラリア産だけどね。ね、あの何でしたっけ、 BSE の時の問題にバレちゃったんですよね。結構あれね、もう完全に全部切り替えちゃったからね、オーストラリア。そうっすよね。
いや、まずあの値段で、あの肉、特に和牛のタンとか出せないですからね。和牛のタンなんて今本当半年待ちとかで結構注文入ってるようなところがあるみたいなんで、結構その辺は大変だと思いますね。あとユアスタはアンダー割りがあるのでありがたいです。500円は安い。そうね、U23 ね、あのアウェイサポーターも23歳以下の人500円だからね。700円か。そうなんですか。それいいですね。確かに、あの入るときに年齢確認のあれはされるらしいけど、はい、はい、あ、そういうのあるんですか。そうだから本当にアウェイ席の方もスコール裏はあの500円とか700円とかそういう値段で入れる。へー、あれダイナミックプライシングに今度なるじゃないですか、うん、あれの時もその割は効くんですか。あ、一応ね、それブログに書いたことがないな。すいません、読んでなかった、バレちゃった。でも一応あのダイナミックプライシング、あの、はい、入るプレイガードと入らないプレイガードがあって、あー、なるほど。そうだ、ラインチケットとかは入らなくて、はい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 、チケットピアとかローチケとかあっちの方は入るのね。そっちで買っちゃうとそれの影響が受けるから、よりちょっと安くなる時もあれば高くなる時もある。あー、なるほど。だから固定で売ってるところもある。で、自由席の場合だったら、はい、正直並んだ順番でしか入れないから、安いところで買って、まあ、定価で最初にも行くんだったら定価で買っちゃっておいて、うん、問題ないし、ただ鹿島アントラーズくらいのクラブが来るってなった場合は、うん、多分値段上がるだろうから。そうですね、うん、そうするとじゃあこっちの、そう、安くなるってことはまあちょっと考えられないんじゃないかなと思って、はい。で、まあ、今年から始めたばっかりで、それもどうなるのかっていうのはちょっとまだ未知数なやり方ではあるんですけど、うん、そうですね、うん、どれくらい値段が上がるのかもちょっと正直分かってなくて。そうですよね。あれでも青天井ですよね、確か。上限は決まってないですもんね。あの、うん、隣のモンテリオ山形とかはあの3段階で、はい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 、通常が星2にしておいて、はい、1個上がって星3になって、下上がると星1になったりとか、はい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 、まあ、結構値段そんなに幅広くは上がってないような感じになってるんですけど、まあどうなるか、成功するか。多分鹿島はしばらくやらないとは思ってるんですけど、まあ、いずれでも多分どのクラブも導入していくようなものにはなると思うんですよね。だからちょっとその辺のところは勉強はしておきたいなというところですけど、使用率が上がるからどうしようね。ベガッタ君のキャラが羨ましいです。なんなのだって、 J リーグ探しても特殊すぎるでしょ。この間名古屋戦終わった後、暑いから水買ってきてくれっていうのを言ってて、ペットボトルの水を主に開けたなと思ったら口からガバって飲んでたからね。すごいっすね、何こいつと思って。某ね、某あのヤクルトっていうあの球団のあのペンギンさんに似たようなキャラクターですけど、ツバメでしょあれ。、うん、確かにこれ間違えた2000円ぐらい。そうですね、あ、ダイナミックね。ユアスタは秋田から行きやすいから仙台で何回も試合してほしい。ズラタンさんは、ズラタンさんイケメンです。めっちゃ爽やかな。やめてくれ。めっちゃイケメンです。プレイガイドと J チケと価格の見極めとですね、そう、マリノスの時は J チケだけが高かったんですもんね。そう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 、鹿島のキャパダウンしたりしたらダイナミックプライシングやったりするんですかね。個人的には導入はまだ全然先だと思ってますけどね、貸し回りの見解はですけどね。でもだって埋まるでしょ。いや、埋まんないです、埋まってないです、埋まってないです全然。いやだってキャパダウンさせて席所取れたら全部作り替えて、テーブル席とか作った状態でやるんだったら多分収容率的には上がるでしょ。まあ率は多分上がりますね。だその時にどうそこで導入していくかだと思うんですけど、ただその一つの席のプレミアム化っていうことをうちの事業部長言ってたんで、ダイナミックプライシングとはまた別なのか、もしくはゴール裏だけダイナミックプライシングにするとか、ちょっと段階的な感じになるのかなっていうような気はしてますけどね。ただ鹿島って J リーグの中でもシーチキンがめちゃめちゃ安いんで、それでやっぱりある程度導入してるところっていうのがあるから、そこでその変動性のところをやって高くなったりした時の集客はちょっと怖いかなっていう気はしてます。ただ例えばそのキャパがあのマリノスぐらい大きくって、であれするとあれマリノスって絶対にチケットの値段下げるためにダイナミックプライシングやってるじゃないですか。あれ逆に
その儲けようっていう方じゃなくって、埋めるために下げるためにあれきっとあのクラブは多分戦略的にやってると思うんですよ。だからそういうところとかのバランスの兼ね合いで言うと、鹿島って立地的にちょっとその結局周辺人口があんまり多くないんで、確かにね、あの横国のあの状況だったら値段下げたらじゃあちょっと行ってみようかっていうかもしれないけど、あれだけね、あの都市圏の人数いますから、その、まあ、一応パイは奪い合ってはいますけど、そうは言ってもね、 J1 はあのクラブだけなんで、そこのところに行くか行かないかっていうところで考えると、おそらく難しいのかなと思いますけどね。タサポに比べたら鹿サポは交通費がかってるからね。そう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 、一回行けばユニフォーム買えますからね、大体鹿島アリのとこから鹿島のスタジアムまで行って、まあ、宿泊まで含めて考えたりとかすると鹿島アリほんと小旅行になっちゃうんで、ユニフォーム1枚買える値段になります。あ、まあ、ホーム見に行くのも、そうなんそうなんです、鹿島に行くのが一番しんどいですだから今季新潟と甲府がいらっしゃらないんでそれね、こっちも本当にいたで、大宮いないでしょ、新潟いないでしょ、はいはい、山形いないでしょ、はい、近場のアウェーどこなのって言ったら、一番近いの新幹線で埼玉スタジアムあの県だけで言ったら、はいはい、浦和かもしくは東京とかになっちゃうから、そうですね、柏もいなくなったでしょ去年落ちたから。そうですね、もう関東近郊のアウェーことごとくいなくなっちゃって。あ、そうか、それ辛いですねお互いに。じゃでもじゃなかったら俺多分松本来てないから。そうそう、ありがとうございます、よかった、それはそれはね、ある意味じゃありがたいですね、うん、俺2枚分ですねって人もいる俺2枚分、駅あるとこに引っ越しして感動したぐらいには鹿島市周辺のアクセスはクソ。確かに確かに、クソとかいう言葉を使っちゃダメだぞ、ホームなのにアウェイまこれがね、実情でございます。やっぱりもう東京からの行ってる人がやっぱ鹿島多いみたいなんで、だから結構 FC 東京のアウェイとか、まあ、あそこの味の素スタジアムって行ったことあります？うん、FC 東京管轄じゃなくて J2 時代に東京ヴェルディ管轄の時に見に行ったことは、はい、あそこアウェイ側の方が反響するじゃないですか。そうっすね、声があれすっげえ気持ちよくないですかそう、あれでやっぱり結構ね、 FC 東京とやる時とかなんていうのは鹿島はホームジャックなんだって言われてるんですけど、ぐらいやっぱりあっちの方が人集まっちゃうんですよね。 J2 の時にアジスタで試合した時、はい、ヴェルディと、はい、アウェーでこっちの方が動員多くて小学かかってた試合だったから、相手にディエゴとフッキーいた試合だったから、はい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 、あいつらは卑怯だからね、スピーカーでちゃんと流し出しだからねマジっすか、お前もうふざけんなと思ってあっちスピーカー使ってんじゃねえかよっつって、伝統だ、もうそれは多分伝統ですきっとヴェルディのくっそと思ってね。でも今でこそあれだけヴェルディさんもね集客するようになって、あの時とか ひどいって言い方失礼かもしれないけど、それこそ凋落っていう文字が見えるぐらいのところだけど、今はここまで回復してきてっていう感じですね。ね、なんだっけ、鹿島アリが負けるべきチームと勝つべきチームみたいな動画を上げさせてもらった時に、その負けこの J リーグのクラブの経営において、経営というか J リーグのクラブにおいて負けっていうのは消滅だと思ってて、でそのね、我々はフリューゲルスっていうクラブがなくなってしまったことっていうのを知ってるわけで、それをちょっとこう繰り返したくないなっていうのがやっぱりあるんでね、やっぱその辺のところでやっぱ地域地域でこう特色を持って、やっぱり地域活性化のために頑張るチームがクラブがあって、クラブそのスタジアムを周辺にこう街を作っていくよとかっていうことをするクラブがあって、それが成功していればそれは俺は勝ちだと思うんで、やっぱそういうところはね、なんかいろいろ考える方がいいのかなと思いますね。じゃあ貸し下の隣にイオン建てなきゃダメじゃね。そうなんですよ。でもイオンタウン作って、はい、そこに住宅地どんどん建ててっていく感じ、アイフルホームでね、ぜひとも建ててっていう感じでやってもらいたいんですけどね。
ヴェルディさんが J1 だった頃アウェーの方が多かったですやっぱりねえ、だからあのクラブもだいぶスポンサーもついてきて、なんか一時期本当に読売さんが離れた時に、あーあれはもう悲惨だったから、そう怪しいっていう話をバンバン聞いたりとかしてたんでね、崖っぷちに3歩手前ぐらいまで行ってたから、行きましたからね本当に破産しなきゃいけないかもしれないぐらいまで行ってた時もあったんで、まああれだけのクラブだったクラブがそういう風になってしまうのは、うん、浮き目を合うのは辛いなと思うところで、そうそうそう、今あのそうそう、今ちょっと話戻りますけど、鹿島は今温泉の温浴施設作ったんですよ。それはスタジアム、スタジアムに、あの選手よ選手よ、あのルフロさんっていう、うん、あの入浴剤メーカーみたいなところがあって、でそこのところとちょっと手を結んで、あのスタジアムのところにドーンと、なんかミストらしいですけどね、うん、なんかミストでやるらしいですけど、相当なんか気持ちいいらしいです。へー、でなんかこう今度からその要するに試合が終わってそこに行ってから帰る人がいるから、こうちょっと渋滞の緩和にしていくよみたいなところのちょっと一つの働きの始めのやつですね。でミュージアムを新しくしたりとかして、でこれからまあ、まだまだ噂の段階ですけど、そのスタジアムのすぐ脇にあのクラブハウス建てるっていう話があるんで、なんかそこのクラブハウスがあるミュージアムがあるとかっていう、そのルフロがある、あとまあなんていうか生態のやつがあるんでとかってことがあって、まあ、平日でもそこに人が集まるよっていうことになってくると、多分その周りにこうお店打ち出したいですよってきっと手を挙げてくれるところとかも出てくれると思うんで、まあ、その辺でもう少しあの辺も開拓されていくんじゃないかなとは思ってますけどね。まあ、でも個人的にスタジアムのすぐ横に欲しいのは銭湯だけどね。やっぱ銭湯欲しいっすよね、うん、今日とかあのびっちゃびちゃになった後とか、あのこれまだ6月だからいいけど、3月4月とか11月12月とかだったらもうまず最初に風呂入れさせてくれっていうなりますもんね。今日でも寒かったですからね、うん、今のクラハはユース用になるみたいですね。ユース寮も作ってるし、そうそうそう、今そうなんです、今の現クラハの横に今ユース寮作って、ダゾーンまで様々で作らせていただいて、あでも確かダゾーンのお金ってユースっていうかインフラにしか使えないっていう話でしょ、あの優勝賞金の補助金、あれが案外ザルなの、ザルらしくって、ザルって言い方も変ですけど、結局強化理念金っていう考え方なんで、やっぱり最終的にその選手を取るときに、例えばスター選手を取るってときに、それが集客のためあ名目っていうことにしてしまえば使えるらしいんですよ、とかそういうちのそのインフラのところを絡めると使えちゃうらしいんで、まあ、ガバガバらしいです。で結局スター選手取ると J リーグからの補助金も出るんで、その辺のところで使うものは使いようっていうところですね基本的には。ただまあこれで鹿島としては、まあ、ユース寮を作ってこれからユース強くしてもっとこう昇格させて、そこの育成のサイクル作っていこうっていうような段階に今入ってるところで今作ってる感じですね。女子サポ同士で話したのですが、なんとなく程度の顔見知りの人同士マッパでこんにちはは無理という結論に、男女でニーズ違うかもですね銭湯。ああそうか、水着着用 OK のこうやっちゃったこっちじゃなくてこうやっちゃった、ね、とかもありますけど、うん、そういうのでもなんかスーパー銭湯みたいな感じでいろんなこう種類があって、こう水着着用でとかっていうような、うん、でもそこまででかい施設は作れないかな、どうなのかな、そうだったらもしかしたら、でもあれか、水着も嫌な方もいらっしゃいますしね、うん、確かにそのなんだろう、単純な友達とかだったらいいけど、あいやいや体型バレたくない確かにまあ確かに気が消せするタイプなんですけどねっつってね、それは確かにそうですね、普段あそこで熱くこうやってわーってやってる人がタオル取ってるとか見たくないですもんね。確かにそれは少しあるかもしれない、その辺は難しいか、
だからルフロのそのミストの形式っていうのは確かにもしかしたら一つの答えの中、その辺のところの答えの中の感じなのかもしれないですね。まあ足湯とかね、どれでもいいしね。あ、銭湯よりもルートインがアパ作ってほしい。はあ、なるほどね。確かにね、ルートインが結局、まあ、J リーグのスポンサーやってて、うん、まあ、泊まってくださいって推奨してる以上、そこら辺のところで少し何かあっても面白いことは面白いかもしれないですね。確かにね、シャワールーム何千って作るしかない。あー、まあそれも確かにありか。でもそのシャワールームさ、試合の当日しか稼働しないんでしょ。そうっすね、そうっすね。確かにそうするとそうなりますね。そうそうそう、だからそこら辺のところの、要するに集客のところ、あ、個室も大事。個室か、だからやっぱミストのそのあれは個室だから、それできっとじゃあそこでミストの感じにしたのかな。なんかその温泉のその溶かしたその水みたいなやつがあるらしくって、うん、それを飲むと人によって味が違うらしいんですよ。なんかそれは何、あの飲んじゃいけない薬なの。いや大丈夫らしいです。だからその飲んだ時に酸っぱい、苦い、甘いとかっていう感じ方で自分の体調が分かるらしいんですよ。で、体調悪かったら酸っぱいみたいな。そう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 です。で、それを飲んで入って出てくるとその味がしなくなるらしいんですよ。へえ、面白いですよね。なんかそういう、なんかその湯治みたいなのをメインにやってる、その湯治をイメージした入浴剤みたいなのを作ってる会社さんで、あのホリエモン案件なんですけど。なるほど。あのアドバイザー、はい、ホリエモン案件なんですけど、そこからいただいた感じのところのそのつながりで入って、だからちょっと行ってみたいなと思って、まあレポはしてみたいですよね、うん、これから今後そういった形のことはやっていきたいなと思ってますね。確かに、あ、確かにそうだってきてるそうそう、確かにそうなんだよ。あー、まあ、皆さんもいただいてますか、うん、どうですかいただいてますか、ね、うまい具合に隠したでしょ。うまい具合に隠してるんだ。そうそう、あの貸し回りの部屋ちょっとねアップデートしました、この辺この辺ちょっとアップデートしました。そういえば少しだけ三つおさん率は高えないやもうねもう神です本当にあの崇拝してます。ちょっとね、去年ラジオでも泣きそうになるくらいな、その報告するときにもう崇拝しております。東北が生んだ神です。スーパースター、スーパースターです、本当にズラタンさんとか柏原さん合成させたら不審者になりそう。いやもうもはやこれの放送自体がね、サングラスとマスク、メガネのこれ不審者放送ですからね。申し訳ないけど、僕普段サングラスかけてないからねそう、普段自分もメガネかけてないし、マスクもしないですからね。昨日石井さんがゴール裏にいたとのこと。さすが最強の鹿サポ。ああ、本当っすか。石井さん来てたんだ。石井さんってあの元監督の石井さん。そうですそうですそうです。結構ね、あの指定で見に来てくださってるらしいんですよ。ああ、そっか、大宮辞めたからか。はい、お家があのまだ鹿島にあるみたいで、どうも いらっしゃるみたいですね。盛岡に遊びに来てください。盛岡、じゃあグルージャちょっと J1 に上げてもらって、ぜひとも行かせていただきます。その時にはその姿をメイン情報から双眼鏡で見ていたと噂の三尾さんしかもそれをダゾーンで抜かれてた絶対石井さん C チケ持ってるでしょ。うん、中華よくダゾーンのカメラ見つけたなすごいっすよね、うん、そういうの本当にすごいと思う。あの女子サポ、可愛い女子サポと、はい、そういうとこだけ抜かれるんですよ、ね、抜かれるんですよね。うん、そうなんですよ。そう、この間のそうだ、写真撮れなかったんですけど、あれでしょ、海外のトリニダード・トバコのめっちゃ美人でしたよ、びっくりした。もう俺見えなかったもん、あの試合。そう、その後そうズラタンさんにちょっと写真撮って送ってくださいって言われたから、ちょっとハーフタイムになるとここで構えてたんですけど、写んなかったんですよ。めっちゃ綺麗でした。うち家で普通にあの NHK の DVD 見せられたけど、試合見てんだけどさ、見ていい？って聞いたらダメって
そこはね、しもチャンネルの主導権がね、しょうがないですね。しょうがねえなぁと思いながら見てて、はい、それはね、この間のそうそういうところもね、あの意外と男の人は見ちゃいますね。肩身狭いから、そうですね、そういうのありますね。そう、でも結構いるみたいですよ。あの鹿島の選手で海外に行った時にそのソシオのゴールドの特席とかを自分のそのチームのために1年間買っとくっていう選手、アツトもなんか持ってたりとかしてるみたいで、なんかそういう人がいるから、もしかしたら石井さんもそういうところでもしかしたらもともと持っててそのまま継続してるのかもしれないし、あとはそこに例えば選手ね、あの家族呼ぶとかっていうことも多分できると思うんで、なんか多分そういうことで結構あの選手がそういう C地系というか指定のところに席持ってる人結構いるっていう話ですけどね、らしいっていう話ですけどね。そう、イメみたいに海外から帰ってくるために練習してたりしね。そう、あの鹿島はね結構練り数多いんでね、そういうのも。あれ西村は帰ってきましたか？西村、ああそう、あのね明日のテレビで、そう宮城県のローカルのテレビ番組西村のインタビューを放送するっていう話をしてて、でも仙台には来てないね。あ、来てないんですか？あの彼実家愛知だから。ああそうなんですか。そう、実家愛知で、あの柳沢と中島の出身校の富山第一からの、はいはいはい、っていうのでうちに来てたんだけど、はい、入団したんだけど、もともと富山っていうのが西村のなんかおじいちゃんだかおばあちゃん家があって、それで向こうに呼ばれた時に、じゃあ近くにあるからそっちにしようかっていう話で進学したらしいの。あ、そうだったんですか。でグランパスユースも落ちてるらしいから、はい、まあ、そういう一応いろんな理由があってうちに来たっていう。で、その西村の練習参加っていうのも結局柳がその当時いたから、はい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 、あそこのとこのつながりで。そういい選手ですよね西村ね。え、本当に去年抜かれてから一気に点取れなくなったから。まあ、まあ、あのまあちょこちょこ見させていただいてる中だと確かに苦労しますよね、彼いなくなると。そう、何気にボール取るしね、前半の前線のくせに。そうっすね、プレスうまいですね、あの選手は。確かにいい選手だ。あ、終わっちゃう。ですね、10分から始めたんで、あと10分ございます。まだありますよ。じゃあ、西村くん、オフは鹿島においで。あの、吉田麻也が来たりとか、乾、うん、が来たりとか、あの、結構、あの、かつては稲本が、あの、来たりとか。練習しに。はい。結構ね、鹿島はなぜか、他のところの外部の海外勢も帰ってくるんですよね、一緒に。放送延長で、延長もどうしようかな。ちょっとねこの後ね忙しいんですよ、まださ、あの撮影しなきゃいけないのと、あとあのちょっと打ち合わせがございまして、あのちょっとこの後忙しいんですいません、1時間の枠で大変申し訳ない。またあのぜひともやりたいと思ってますんでね、いろいろと。そう、これがさ YouTube ライブだったらダラダラできるのにね。ダメだ、ダラダラやると5時間とか話すから。話しすぎでしょ。前、そうなんですよ、あの一回そのコラボで、うん、あのさっき電話してたロッキーってのと一緒にやった時に、まあ一応その選手編成っていう今期の昨季の時10月の段階で今期のその選手編成を考えるっていう動画だったんですけど、まあ、5時間超えまして2人で話してて。それは何、最初から最後まで見た人もいたの？いました。根気強いな。すごいですよね。ありがたい、本当にありがたいことで。最初10分見て俺最後のまとめだけ見るよ、そしたら。そう、なんかまあ段階こう後々からこう断片的に見てくれる方もまだ、未だにまだその動画伸びてて、回数が本当に異常ありがたいですね。最近グラハにいつも三尾さんいらっしゃるので、柏山さんも自分の名前噛んじゃった、鹿島にぜひ。ありがとうございます、行きます、行かせていただきます、そのうち行きます。ちょっとまずあのビッグイベント仙台が待ってるんで、その後かな。今のところ予定は一応少しずつ立てておりはおります。はい、できれば9月の時に仙に行ってれば行きたいなっていう、うん、試合があるんで、そこに向かって頑張っていきたいなと思っております。個人的に今思ったんだけど、はい、あのここから
鹿島スタジアム行くのと、はい、あのユアスタ行くのどっち近いの？同じぐらいです。それは辛いわな。あの実質の、距離的には多分一応鹿島の方が1時間ぐらい近いことは近いですよ、うん、ただそのイタコからの降りてからの話、そうですそうですそうです、渋滞のところの部分が含めて考えると本当ただ単純もうトントンです。はあ、そうなんですよ。それきついわ。6時間なんで往復で半日使っちゃうんですよね。まあ、一人で行ってね、多少ぶっ飛ばして、まあ、休憩せずに行けば4時間半ぐらいで着くかなっていうところですけど、まあ、連れとかがいたりとかするとね、あのトイレ寄ったりだ、ね、自分だけじゃないからね、となるとやっぱりそう人の都合に合わせたりとかするとやっぱりちょっと時間かかっちゃうんで、うん、6時間かかりますね。ホームだから今日ある意味めっちゃ近かったじゃないですか、うん、もうね、なんで鹿島のサポーターやってんの、ちょっちゅう聞かれます。鹿島サポーターにも聞かれます。しょうがない、好きになっちゃったんだからもうそればっかりはしょうがないですね。これ何本も負けるからね。本当に、まあでも楽しいですよ鹿島行くのは。はい、まあ、もうここまで来たら顔出ししろよって話ですよね。ちょっとね、次の仙台で考えてる、仙台のとこでちょっと顔出しはちょっと検討考えてます。実はだって暑いんだもん、絶対これ暑いもん。なん真夏にマスクしんどくないですか。あ、7月どうすか、具合悪くない限りマスクしないかな、ね、ですよね。夏にマスクはね、恋しちゃったんだだね。いい、ゆいね、アツトが大好きなゆい。カシスター最高です、好きに理由はないです、ないです。ズラタンスタイルに、ズラタンさんスタイルにしましょう。サングラス、サングラスだってもう目出ちゃってるし、貼り合わせたらバレちゃうし。私が参戦できぬ仙台戦で顔出しですと。だっけ、研修だっけ、研修でしたっけ、確かね。お疲れ様です。いやでもね、これナイトゲームの時試合見れないからね。そうっすよね。それもう前暗くなっちゃいますもんね、うん、それだとだどうしようかなとは思ってはいますけどね。だから絶対暑いからさ、これちょっとな、まあ、でもいずれはどっかどうかで顔出しはしなきゃいけないと思ってるんで、完全にこれどこっすね。まあ、ドンキホーティーって何か買ってきたらお目にしますか、ラファエル形式、ラファエル形式お目にしますか、うん、顔隠してたんですね、気づいてませんでした。嘘、これこれ隠してます、隠してます、隠してます、隠してます。顔出しの人だとばっかり、一応ここで隠してはいます。まだこの下にすんごいここまで伸びてる口が隠れてるとかねありますよ。そう、一応お互いこれでも素性をまだ隠している段階ですね。まあそうですね、まだ完全にあの出してるというわけではないです。このサングラスを取るともう多分女性ファンめっちゃ増えると思います。赤い全身タイツじゃないんですか。それパクリやん。2万センチで、うん、それはちょっとね、もう専業の方がいらっしゃるんで、そちらの方に私綺麗、そう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 、ここまでね口がねあれしてる、私じゃねえから男だから。口先、そうそう、口がものすごいでかいかもしれないです。でもあの俺口にあのマシュマロを詰めるやつ42個詰まりました。そう、42個ぐらい詰まりましたよ。結構口はでかい方です。奥行きかな、この辺がねあるんですよ。そうそう。口裂け、あ、余計になっちゃった、余計ね、裂ける42個。そう、あの昔香取慎吾が挑戦しててよくやったよね。そう、あれをあの高校の時のノリで、高校の時のノリでちょっといっぱいちょっとやってみる、メロンパン一気にこうガーっていくのとかを得意技としてたんで、なんかそれでちょっとお前やってみろよって話になってやってみたら42個入ったっていう。
何の話ですか。確かにいつもこんなんじゃん。死に40、確かに確かに。でもね、その後確かにしんどかったっす。顎がね、しばらくね、しんどかったっす。筋肉痛みたいな、口先だけで、そうそう、結構ガガガガって入れてってね、大変でしたよ。もうね、鹿島ラジオいつもこんな感じで雑談がね、あのだんだん、たまにここが大喜利になったりするんですよ。へー、そう、よくね、喋れるねそうっすか。俺台本ないと無理だもん。あ、本当ですか、うん、常にそう、あのむしろ台本があるとカミカミになっちゃうんで、台本ない方がやりやすいっす。もうどっちかというと YouTuber っていうブロガーだから、もうひたすらもう文章作っちゃって、はいはいはい、もうスチーム作ってそのままの通りバーッて喋るっていう、はいはい、ああそうか、そのタイプもでも確かにありますよね。だからもう常にラジオ、一回ラジオ台本作ったことあったんですよ、うん、そしたらグッタグタになっちゃって、もうこれなしとか言ってそう、もうずっとこんな感じでいつもわーっと喋ってますね。1時間ぶっ通しで、でこれ YouTube ライブは1時間限定とかじゃないんで、うん、もうごめん、あと30分延長させて、まだ喋りたいですとか言って、延長したりとかしょっちゅうしてたぐらい。インスト1時間そうなんですよ、ぴったりでね、止まっちゃうんです。うん、そうね、皆さんね、あの TBS と鹿島ラジオはあの何々スペシャルで完全すぐに延長してあれするっていうあの異名をねいただきまして、はあ、アグレッシブにマシュマロ詰めた、そうアグレッシブに詰めた、アグレッシブは大言わんとらず肝ですからね酒回りさんですね。こんな感じであの、はあ、あの大喜利でいじられますいつもこんな感じで、そう楽しくやらせてもらってて、もこの動画撮るのとかブログとかも今結構反応返ってくるんで楽しいんですけど、やっぱこのラジオでダイレクトにこうやっぱコメントが返ってくるの、まあすごい楽しくて、ストレス発散です。これがもう、どうすかライブ。ライブね、いやだって家族寝てる状態じゃないとできないし、寝てて起きてこられた時にっていうのはね、確かに確かにそうですよね。あの親とつならぬ子とつでしょ、はい、俺の場合いいですか、それでもしかしたら可愛いってなって、でも子供の顔とか晒したくないですよね、あんまりね、ちょっとね多分それやったら嫁がぶち切れるから。そうっすよね、うちの鬼嫁が、はい、鬼嫁なんですか。鬼嫁アグレッシブとギア上げは大岩さんの先輩時ですからね。そうですね、最近ね流行りのね。でもそれ今ちょっとその話してると見られたら困るからやめときますか、さっきの話ね。いや多分知らないでしょ。いやでもやってるの知ってます、 YouTube は。あ、知ってますよ、それは。ああ、うん、なんか反応とかどうですか。特別何か言われたことはないっす、ね、ああそうなんですね。うちは弟は恥ずかしいから見たくないっつって見てくれないんですよ。あなただって僕の弟も YouTube 顔出ししてやってるし。あ、本当っすか。うん、釣りで。へえ、あ、じゃあ家計がそういう感じなんだ、きっと。出ても大丈夫っていう、うん、まあ、あんまり気にしないのかな、あいつは。そうなんだ。そうか、でもそろそろあれですね、あれで時間が迫ってきましたけど、なんかすいません、こんな感じのところで雑だったな感じで、ありがとうございます。どうですか、ラジオ今日出ていただいて。ラジオじゃないよねまあそうですね、ラジオじゃない、だからもう生放送ですけど、うん、いかがでしたか。そう面白いね、でもこれいいですよね、この反応が直に返ってくる感じも面白いんで、ぜひあのもしまた何かありましたら、ぜひともまたよろしくお願いします。しお願いします。そうで、これがね、かしまりがおつまわりっていうのが遅いから先にみんな言ってくれるんですよ。まだね、あとね1分半あるよまだ1分半あるよ。はい、で、まあ、この後なんですけど、撮影します。この間ね、あの集めさせていただいた質問のやつの動画撮らせていただいて、こっちとこっちで、まあ、半分半分ぐらいでお答えするような形で、上がりますので、ぜひとも皆様ね、かしまわりのチャンネルもズラタンさんのチャンネルも登録していただいて、そちらの動画楽しみにお待ちください。はい、いい感じに締まりましたね。仙台楽しみにします。そうです、仙台のね7月も、コラボしますんで、ぜひともよろしくお願いいたします。ズラタンさん、来月待っててくださいって。待ってます。ありがとうございます。まだ30秒あった、早かった。
村田さんありがとうございました。こちらこそ本当にありがとうございました。本当にね、皆さんありがとうございました。夜遅いのにごめんね。ありがとうございます。皆さん楽しみにしてますって、ありがとうございます。そうなんで、今後おそらくここしか戦術系 YouTuber いないんで、ここの絡み非常に多くなると思いますんで、今後ともごひいきによろしくお願いします。お願いします。あれ終わった、終わってなかった、もう間違えた。なんだよ、綺麗に終わったと思ったのに。はい、という感じですね。じゃあ皆さん。